というか今日は本番前に近いかもしれません。今、渋谷の方に来てまして、何しに来てるかというと、先日気になっていたペリカンという、機材を入れるケース、その機材を入れるケースの取扱店、都内に唯一あるルクバトというところのお店にですね、撮影をしたいと思っています。じゃあ行ってきましょう。渋谷というよりももうどちらかというと青山の方ですかね。渋谷2丁目で青学の近くなんですけれども、ちょっと渋谷の街中から少し離れたところにいます。いや、なかなかですね、このペリカンのですねケースを触ることができるお店ってほとんどなくてですね、都内でもルクバトぐらいなので。そして今日はですね、実はお店お休みなんですけれども、ちょっと無理を言ってお店の方に、お店を開けていただくことになりました。いくつかシリーズがある中でどういった特徴があるのか、さまざまなこうペリカンのいいところですね、聞いてみたいなと思います。ということで、ここ今工事中なんですが、この奥にルクバトがあります。ここがルクバト、もうちょっと開けてくれてるのか、ちょっと見てみたいと思います。室内のこう航空機とか機内持ち込みできます。できるサイズですもんね。それが最大サイズなので。そうですよね。釣り屋さんか。確かになんかこれぐらいのこういうサイズですよね、きっと。そっか、中国とかそっちでは作んないんですね。作れないんですよ、やっぱりただなんですね、エンドユーザー向け、消費者向けなので、あの中国製なんです実は。ただデザインがすごいこう、はい、いいですね。の方もそうですし、はい、埼玉の方もそうです。あと福岡とか名古屋の方とか。確かに名古屋だったらそうですよね。そうなんです。ただやっぱり、ああ、そっかそっか。もうこれカメラ系じゃないですね、きっと言えるものは。なるほど。あ、こっちもついてるんですね。06。あ、これ1615。今回は1号3号のトラベルキットということで、このように上部にコンパートメントがついています。ここに小物を、入れたり、縦長なものを入れることができます。そして昨日ルクバトの店員さんから聞いたんですが、どうやらペリカンは永久保証らしいです。そしてトラベルシリーズなので鍵もついています。
あとこちらが付属品のですね、収納用のちっちゃなこういった袋がついてます。ここに服は下着なんかを入れるのにも良さそうですね。あともう一つ、そして問題はこのフックパック部分ですね。こういった板状のものが、いくつか2つ4つ入ってまして、これを好きなサイズにカットして、ここに収めることができるようになってます。これは持っている機材に合わせてですね、サイズを調整していく必要があります。なのでこれからどんな風にこの時間のですね1535の中に僕の持っている機材を入れていくのか一回考えたいと。ざっとレイアウトが決まりました。このように、しようかなと思ってます。この部分に関しては、後ほど、今後なんかアイテムが増えた時アレンジができるようにしています。ではまずこのトレックパックのこの仕切り、こちらを切っていきたいと思います。このカッターを使ってこの部分に今切ったサイズがちょうど2つ同じ均等なサイズになるので、縦の幅を仕切るのにちょうどいいです。玉をこのようにはめてみました。ちょっとだけ1コマ足りなかったけど、ここに1つ埋めて、完成。あとは。